い、皆さんどうも、橋本でございます。前回続きまして、メンデルストーム交響曲第3番、今日で第4楽章最後の解説動画となります。6回目の今日は396小節目から最後までを解説していきます。396小節目からは第4楽章のコーダに相当する部分になります。へい、ここは母音語を中心に説明していきます。全部説明しますと時間がかかりますので、ポイントに絞って説明します。で、例えば最初396小節目、ここは音が3つ分ありますので、最初ダンプ弾いた後、で後半の4分8分をアップアップと弾くようにしてください。でそれが398小節目から2小節間も同じ形が出てきますので、同じように弾くようにしてください。通していきますと同じ形ですね。次は指順で、ここも後半の8分音符をアップアップと弾くようにしてください、はい、そして402小節目なんですけども、ここはダウンアップという順でも構いませんし、今のようにダウンダウンアップアップとどちらでも構いません。でその先に聞きますと、ここも後半をアップアップと弾くようにしてください。ここもアップアップ、止まりました470小節目以降なんですけれども、同じようにここアップアップと弾いて次の小節をダウンと弾いていただいても構いませんし、であるいは408小節目がピアノに落ちますので、そこをアップで弾くためにあえて弓順でここを弾くという方法があります。ここを弾きますと、その場合は弓順で弾いたと、ここだけこのように弾いていただいても構いません。408小節目以降を通して弾きますと、次も後半はアップアップですね。はい、ここまでよろしいでしょうか。419小節目は斜線が1つになりますので、ここは8分刻みになります。すなわち前の小節と同じになりますので、倍で弾かないように注意してください。ここはこのような形。そして420小節目からもいきますと、ここは弓順ですね。次もアップアップ、はい、で今止まりました426小節目はここは前半の4分音符8分音符をダウンダウンと弾いていただきたいと思います。またここもアップアップ、あとはしばらく弓順ですね。でも構いませんし、ダウンダウンアップアップと弾いていただいても構いません。440小節目はちょっと例外的に、ここは前半の4分音符8分音符をダウンアップとしまして、次はソロサンドがありますので、ここをダウンで弾くためにここだけ例外的にダウンアップとします。で後半はダウンアップアップとは弾いていただきたいと思います。でそれ以降は8分音符を刻みになります。でこのような形になります。445小節目からのボーリングは次の小節をダウンで割りたいために、後半の8分音符3つをダウンアップアップとします。ゆっくり弾きますと、今弾きましたように後半の8分音符をダウンアップアップと弾いていただきたいと思います。それ以降も同じ形ですね。そして449小節目はアップから入って弓順、次へダウンで弾き直して、この打ち込みを進めてダウンと弾くようにしてください。そしてここでパート譜をご覧いただきたいんですけれども、446小節目は8分音符で書かれています。そしてそれ以降に出てきます454小節目、456小節目もそうなんですけれども、同じフレーズですが、この小節だけは4分音符で書かれています。で1回目のパターンと音の長さが違います。そして他の管楽器でも8分音符で書かれている楽譜がありますので、それに統一するのか、楽譜通り4分音符で演奏するのかっていうのは判断が分かります。ここは必ず指揮者の先生に確認をしていただいて、で8分音符に変えるのか、それとも楽譜通り4分音符のままで弾くのかっていうのを必ず確認するようにしてください。457小節目から通して演奏します。ここはまたダウンで弾いて、すべてダウン、はい、そして今
今止まりましたその462小節目から2小節間でここは今弓順で弾いたんですけれども、ここでアップアップとしてで463小節目の前半をこのようにだんだんと弾いていただいても構いません。465小節目のポジションを説明します。で最初のアーをゲー線で取るのかデー線で取るのかでそれ以降のポジションが大きく変わります。まずゲー線を使う場合はオーソドックスに第一ポジションを中心にハーとキスを振って1と4で取る方法がありますし、もしデー線で取る場合は、第3ポジションを中心に取る形になりますので、もしデー線で取る場合はアーを4でスタートしていただいて、アーまでをデー線で取った後、ハーとディスを1、4というふうに取る方法があります。467小節目以降はそこが弓順となります。はい、ここまでよろしいでしょうか。そして473小節目は16音符の刻みになりますので、後半の8分音符の3つを今ゆっくり弾きますと、このようにダウンアップアップと弾くようにしてください。それ以降も同じ形ですね。はい、今弾いてますように最後の16音符につかみがありますので、ここも間違って取り戻で弾かないように注意してください。続いて480小節目からの4小節間、ここは楽譜の出版社によって全て8音符で書かれていたり、あるいは473小節目と同じ形で前半が16音符で書かれている昔のバージョンもあります。全て8音符で書かれている新しいバージョンの楽譜の場合はそのまま弓順で弾いていただいて構いませんが、16音符で書かれている場合は473小節目と同じように後半の8音符の3つをダウンアップアップと弾いていただきたいと思います。その場合で弾きますと、この4小節間はこのような形になります。最後484小節目のポジションを説明していきます。まず最初は第一ポジションからスタートしていただいて、でここまでジスまで第一ポジションを取った後 D を第三ポジションを使ってアーセンを使います。でここまでギスをまで第三ポジションを取っていただいて、でそこから先はアーとハーを第4ポジションを使って D 線で1と4で、チスを1で、最後の A はまた第4ポジションに戻って4で取ります。で次の小節はもうポジションは変える必要ありませんので、ここはまとめてアーを取っていただきたいと思います。もう一度ゆっくりいきますと、ここまでこのような形となります。そしてそれ以降の4分の打ち込みはかなり長く伸ばす場合もありますので、ここは途中で返り弓をするようにしてください。はい、最後まで解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。でこの交響曲第3番は第1楽章から第4楽章まで非常に難しい楽章で構成されています。特に第2楽章は単純に演奏するだけでも大変になりますの で次回その方の救済措置としてこの第2楽章をゆっくりしたデモ演奏を番外編としてお送りいたします。音源を聞いて演奏してももうかなりそのインテンポについていけないという場合がありますので、ゆっくりした再生する練習バージョンをまた後日公開させていただきます。でそれも合わせてお楽しみいただけたらと思います。メンデルスゾーン交響曲第3番の解説をこれで終了いたします。最後までご覧いただきありがとうございました。解説動画のリクエストがございましたらコメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。